ウム 9A 型コンテナとは、日本貨物鉄道輸送用として、JR 貨物より、承認登録された民間事業者が私有コンテナとして編入しているである。無害コンテナ以外の他形式では、形式を表す1から2桁の数字は全てコンテナの、内容積で決定されているが、無害コンテナのみ、床面積で付与されている。これにより立方メートルの算出は、厳密には、 波数試者誤入計算のために内容積8.5から9.4立方メートルの間に属するコンテナが対象となる。また形式によっては、ドライコンテナと同等の高さがあったり、逆に1、8サイズの板型のように8段または、1、4サイズの薄型のように4段に積み上げて、やっとドライコンテナと同等の高さに達するなど、多形式ではタンクコンテナ以外では見られないように、 見た目が多種多彩に入り乱れているのも無害コンテナ形式の特徴となっている。ウム 9A-39、東急車両大阪製作所製で出来立ての香りが漂っていた。岡山、旧岡山総車場。従来から鉄道コンテナでの最低輸送単位は5トン級コンテナからの輸送単位となっていた。しかし、時代の流れで物流事情の多様化により、 1>, 1から2トン程度の少量取引が増えてきた現状への対応策として日本通運が独自開発した鉄道でも少量輸送できる6フィート程度のミニコンテナを搭載するためのアダプター的な役割に特化した平台車タイプの無害コンテナとなっている。なお、登録の終盤には積載するミニコンテナの別タイプ版として性能運輸が8組のコンテナを用意して 新規参入したが4フィートと8フィートに分かれた特殊な形状と専用の二役機器が必要だったり、ミニコンテナがウム 9A コンテナより幅広のために輸送ルートが限定されたりと、そのこと取り扱いの不便さのためにわずか数年で撤退してしまった。ウム 9A-86 プラス198のある駅は取り扱いがあるか用問い合わせのこと。ありがとうございます。